ネイルの人はそういうのが、ね、手に入れにくいんじゃない。そっか、ホームベージュって今あったくない？予算超えるやん。1,2,3フーネイル、はい、フーネイル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 。こんにちは、フーネイルです。今日はセリアにネイル商品を見に行きたいと思います。ジェルネイルを見に行くの初めてなのですごく楽しみです。では行ってきます。レッツゴー。見ていこう。これ全部カラー？これ全部カラーだと思う。ここは多分そんなに大きいセリアじゃないから、多分大きいとこ行ったらもっといっぱいあるのかな。すごっ。それで友達がおすすめしてたのがこのこれピーチベージュってやつ。何年入り？そう、とりあえず何か買って良さそうなのをそれを家に持って帰ってアートをしたいので選びます。剥がせる？あ、ピンオフできるやつか。で買っとく？多分あれこれ塗って、まあ後で言う。買っとこうか。めっちゃすごいすごいすごい。え？ノンワイプ。ノンワイプってやば。嘘やろ。拭き取りがいらないってやつ。すごいな。ちょっと待って、家具持ってくるわ。今日の予算は2,000円ぐらい。結構買えるね。1個20個買えるもんな。ニュアンスグレー、絶対可愛いよ。見色そう。いやこれな。なこれ、ちょっとこれ、ニュアンスを作りたいから。コーラルとかも。うんうん。これ。ニュアンスしやすい色って言ったらさ、多分ここら辺、うん、ブラウン、うん、ミルキーベージュ、うん。でもこれあれやな、見えへんな中身。しゃあないな。買ってみてね。うん。シナモンベージュって今あったくない？え？シナモンベージュ、シナモンベージュ、どういうこと？それはラメ入り。パール入りってことね。うんうん、シナココアベージュ、これラメ入り。これめっちゃ売れてんねんけど、シャイニングベージュ、ラス1。あ、絶対綺麗そう。うん、じゃラメもあるよ。ガチラメ？どれがいいと思う？グリッターシルバー、シルバー、ゴールド、オーロラってどういうこと？グリッターシルバーかわいいな。グリッターブルーもかわいいよ。グリッターブルーって、うん、グリッターグリーンもかわいいよ。うん、ブラックパープル、ダークブルー、わーかわいい。ちょっと待って、オーロラ ちょっと商品をずっと言うだけってでこれオーロラ使えるか。使えそう。ちょっとこれラメが大きいってことなのかな。多分でじゃあ比べるためにじゃあ買おうか、うん、シルバーとグリッター。黒欲しい。黒ある？ネイビーとか。真っ黒はないんか。ブラックブラウンないですね。真っ黒ないんや。まあいっか。これで何本？1,2,3,4,5あと5個。なんかここら辺のカシーム売ってる。カシームすごいな。すごいネイルケアセット。えこれこれすごい、ユニコーンネイル。いいよ、流行りの。え、ユニコーンに色ついてるみたいなやつやな。これも買いましょうか。あの色あるの。へえ、黒？4色展開。買う？すごい。これとこれ。シェルとかも売ってます。可愛いな。ハルジェルってあのあれ？それあの使ったことある。嘘やん。どんなんと？シール。あ、普通のシールってこと？ただマニキュアよりもツヤってするし、あね、水にもそんなに弱くない。へえ。効果芯でいいの？しなくてライトいらない。すごいな。でもジェルな。ジェル風ってことね。シリコンネイルアートペン。どれどれ？はみ出したネイルの除去ができる。マジで？マジで？とか言って載せていいんかな YouTube。
ブラシ買ってみようか、うん、使ったことない。ブラシでしょ。はみ出したネイルの除去ができる。ここ買う？うん、うん、よくほらはみ出したやつって、うん、ネイリストさんは銀色の、うんうん、なんかアイロンで取るけど、うん、あれセルフネイルの人はそういうのが、ね、手に入れにくいんじゃない。そっか、シェル、シェル可愛いの。普通にさ、これめっちゃ可愛いな、紫のシェル。可愛い。紫綺麗。そうやな。こんだけ。ホイール可愛い。ニュアンスで、これちょっと奇抜？可愛いんじゃん。可愛いな。でも使いやすいのはこれかな。どれがいいと思う？でも。気になるのは気になる。あーね。でこれと、あでもこれもニュアンス。すごい気になる。かわいい。まあいいか。使いましょうか。予算これや。1,2,3。これがすごい。これすごい。待って待って。がいっぱい作れるから。2,4,6。ちょっと超える。いいんじゃないですか。いっぱいこれでアートができると思います。これでまたお家に帰って紹介したいと思います。お楽しみに。こんな感じでたくさんネイル用品を買いました。またこれを使ってニュアンスとか、今のトレンドアート何かできるかを考えてまた動画作りたいと思います。ジェルネイルを見に行くのは初めてなので楽しみ、ワクワク、ドキドキ、ウキウキ、イエーイ。いろんな方ができると思います。どうも。最後まで見てくれはってありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。他にもネイルのやり方を短い動画でたくさんアップしているので見てください。